ナンバーワイ東京ドームでの結成発表はドームコンサートの布石。タキーが東京ドームを仮押さえで年末コンサート実施の真相に驚愕。こんにちは、芸能ダイヤです。元ジャニーズ事務所の副社長滝沢秀明さんが代表を務める会社 TOBE が10月15日に YouTube で生配信を実施しました。アイドルグループキング&プリンスを5月に脱退、9月30日をもってジャニーズ事務所を退所していた岸優太さんの合流を発表しています。さらに岸さんとすでに TOBE に所属していた元キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さんによる新グループナンバーアイの結成も発表されました。東京ドームから行われた生配信にはまず平野さんと神宮寺さんが登場。新たなメンバーが加わると話し、岸さんがサプライズ的に登場しました。その後ナンバーアイというグループ名をメンバー3人で話し合って決定したことや発案は岸さんだったことを明かしています。発案者の岸さんは1番を目指すナンバーワン、その過程で自分たちらしさを大事にするオンリーワン、そしてアイイコールアイなどの意味を込めていると説明していました。今後の活動についても触れており、平野さんはコンサートはやっぱりやっていきたい、ファンの皆さんとの距離感をもっと縮めたいと発言。2人もこの言葉に同意し、神宮寺さんは会いたいね、配信を見て僕たちのファンクラブに入ってくれた方にはまだ会えてないもんねと話していました。岸さんの合流によって元キング&プリンスの3人が 2B で再合流を果たしました。平野さんと神宮寺さんは7月、岸さんに先駆けて 2B に合流しています。 YouTube チャンネルで行われた生配信では2人それぞれの Instagram およびファンクラブの開設も報告されました。その際神宮寺さんは新たな場所で皆さんと一緒に素敵な景色を見たいとファンに呼びかけ、平野さんはコンサートをたくさんやりたいし、コンサート以外でも会える企画を考えていきたいと今後の抱負を語っています。今回岸さんを迎えてナンバーアイとしても活動する3人は改めてコンサート開催への思いを強くしているようです。そんな中滝沢秀明氏が今年の年末に大勝負を仕掛けるのではないかと噂されています。3月に設立した新会社 TOBE が関わるタレントたちをお披露目すべく東京ドームを押さえたという情報があるようです。 TOBE は4月23日と5月7日に東京と大阪で行ったオーディション風景を公開。新グループをデビューさせるべく着々と準備を進めるのと同時にジャニーズを退所したタレントたちの合流も相次いでいます。5月25日にメンバー全員でジャニーズ事務所を退所した7人組グループインパクターズの前身である IMP は滝沢氏が命名し育てたことで知られています。他にも5月に退所した V6 の元メンバー三宅健さんや8月末に退所した元キスマイフット2の北山宏光さんの合流も発表されました。そして今回岸さんが合流し結成されたナンバーアイ、さらにオーディション組が加わればかなりの大所帯となりそうですね。滝沢氏はお披露目の場としてドームクラスの大規模イベントを計画しているとの情報があります。すでにタッキーは年末の東京ドームを抑えており大々的なお披露目イベントの開催に動いているとか、事務所立ち上げからのオーディション開催の速さ、手掛けるアーティストの具体的なデビュー計画が駆け巡っていることに業界中が騒然としているとレコード会社関係者は話しているようです。また一部ネット上では TOBE 東京ドームコンサート日程を12月31日と予想しているようです。その理由として滝沢氏がジャニーズに対抗しているためだとも言われています。ジャニーズと同じような業務内容だったりオーディションでは若いメンバーを集めてジュニアのような組織を作ったりしていますよね。なので 2B 東京ドームコンサートは12月31日に行われると予想されているようです。また 2B は海外進出も視野に入れているので Netflix でも放送があるのではとの噂もあるようです。 2B は Netflix と契約すると噂されていますからね。今後匂わせが好きな滝沢さんがそれとなくライブの日程などを匂わせてくるかもしれませんね。2B 東京ドームコンサートに出演するのは誰かについては今のところ分かっていませんが、現時点で楽曲をリリースしている
IMP 三宅健さんの出演は確実でしょう。またこれまで平野さんと神宮寺さんの主だった活動はインスタグラムぐらいでした。あまり目立った活動をしてこなかったのは菱さんを待っていたからと見られています。もともと音楽面に関しては平野さんが 2B に合流した段階から音楽制作は続けられていたと言われており、一気に進んでいく可能性があります。今回結成したナンバーアイの楽曲も今後発表されると思われるので、 2B のコンサートが開催された際にはナンバーアイの出演も濃厚だと思います。曲に関してはクレバさんが作曲しているという噂もあります。クレバさんといえばキンプリの曲一番を作詞作曲したことでも知られていて、キンプリにとっても思い入れのある曲です。もともとクレバさんがキンプリに楽曲提供をしたきっかけは平野さんがクレバさんの大ファンだったからです。一番のレコーディング風景は当時の情報番組などで公開されていましたが、そこではどんなお仕事でも緊張しないのにすごく緊張する、視界にずっとクレバさんがいるのが意味がわからなすぎてと興奮気味に話す平野さんの様子も紹介されていました。脱退後の初楽曲がクレバさんが制作する曲になるかは定かではありませんが、いつか共闘するのは間違いないのではないでしょうかと女性誌ライターは話しています。そんなクレバさんは 2B 公式アカウントや三宅健さんのアカウントをフォローしていました。それを知ったファンが騒いでいたためにクレバさんはフォローを解除しましたが、今後 2B に関わっていくことが確実視されているようです。クレバさんはナンバーアイにどんな曲を提供するのか非常に楽しみですね。東京ドームコンサートには新しいメンバーの参加もあると言われています。そもそも滝沢氏は新グループを作りコンサートでお披露目をしようとしているそうです。逆に言うとそれまで新グループがどんな子たちで作られているのかがコンサートまでわからないということになりますね。滝沢氏は若手の育成にかけても一流なので、スノーマンやキンプリのような歴史に残るグループを作ってくれるのが楽しみです。今後は 2B がどんな活動をしていくのかも今のところ分かっていませんが、すごい企画が始まることを楽しみにしています。岸さんの合流報告動画でマストだけどコンサートはやりたいと話していた平野さん、年末にドームでそれがいよいよ叶うのかもしれません。今後の3人の活躍に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。